こんにちは、宮沢です。今日も死に至る病の続きのお話をしていきたいと思います。前回補足で諦めの話をしました。今回は、本文に戻ってお話を続けたいと思います。前回肉体のトゲの話をしました。人間というのはですね、肉体にトゲが刺さってんですね。これは自己欺瞞なんですよ。自己欺瞞っていうトゲが刺さって絶望して自分自身であろうとするというケースがあります。まあこれは度合いがあるんで、そのトゲがどの程度突き刺さってるかによってですね、まあ人によってですよ、自己欺瞞の度合いも違うんですね。ただ激しい肉体のトゲが激しい人はですね、全存在、世界中の全存在を向こうに回して敵に回してですね、その自己欺瞞とともに彼自身たろうと欲するということをしてしまうんですね。となるとですね、まあ自分自身自己欺瞞の中で自分自身たろうとするわけですね。でそこまで振り切れる人がいるってことですね。で振り切れた人はまあ犯罪を犯すこともあるんですけども、まあ多くの場合はまあそこまでいかなくても何か心に悩みを抱えて、なおかつでも自分自身であろうとしてですね、苦しみながら生きてるケースが多いですね。まあ以前にお話ししてるんですけど、絶望して自分自身であろうと欲しない絶望ってなんですね。今話してるのは絶望して自分自身であろうと欲する絶望なんですね。これは絶望の強情の絶望ですね。だけど弱さの絶望っていうのもあるんですね。これは絶望して自分自身であろうと欲しない絶望なんですね。例えばですよ、最近面白い例があったんですけども、報道ステーションに出てたショーン系マクドアルなんとかさんっていう人が、経歴詐称で番組降板しちゃいましたね。で、まあ、僕は報道ステーションよく見るんで、なんか何の仕事をしてんだろうと思ってたんです。あの人はコンサルティングだって言って出てたんですけど、まあハーフでコンサルティングだっていうことは、ハーフっぽい顔でですよ、コンサルティングだっていうことは、まあなんかコンサルティングファームにいる人なんだろうなと、まあ、思ってたんですけども、まあ喋ってる内容はですよ、まあもっともらしいことどっかの本に書いてあるようなことを、まあ経済政策でも何でも語ってましたよ。毒にも薬にもなんない感じで喋ってましたけど、ただネットでもたくさん書いてありますけど、まあ落ち着きのある声なんですね。もともと FM のなんか、ラジオパーソナリティかなんかからメディアに出始めた人なんで、まあ語り口が、なんですかね、クリス・ペプラーとか、ああいうカビラ・ジエとかですね、まあ声が低い、ジョン・カビラとか、ああいう人たちと同じで声が低くてですね、まあ聞きやすいと。あとはまあ甘いマスクであると。なんか日焼けもしちゃってるみたいなところで、まあ説得力が大してなくても、まあもっともらしいこと言ってんだこの人っていう感じだったんですね。だけど結局まあ学歴を詐称してたのと、まあ実はハーフでも何でもないらしいってことも分かってきて、まあよくよく考えると彼の存在自体がなんかどんどん今の彼になるまで作り上げられてったものだってことが分かってきたわけですね。でどんどん暴かれてるとネット上で。で別になんか人を殺めたとかですよ、犯罪になってるわけじゃないんで、人を騙してお金を取ったとかそういう話でもないんで、別にまあ
まあこういう人もいるだろうなと、他の人だって経歴詐称なんでやってんでしょうから、どうせテレビに出てる人ですよ。多かれ少なかれ彼と同じように顔の形が変わってったりですよ。なんかハーフでもないのにハーフみたいな芸名ビジネスネームつけたりですよ、してる人がいるわけですね。ただあなたはコメンテーターとして、まあ正しいことっていうか、まあ何ですかね、ニュースにコメントする立場で出てたから、そういう経歴詐称してると今度自分の発言が嘘だってことになってきちゃうわけですね。自分に信用がないと何発言しても、なんでこいつがそんな偉そうなこと言うんだって話になっちゃう投げの話なんですね。あれがもともとですよ、笑い芸人でマクドアル川上ですって言って厚切りジェイソンですみたいな感じで出てればですよ、別に何を言おうが別に誰も何も思わなかったんでしょうけど、一応は、ニュースを解説するっていう意味ではまずいわけですね。嘘ついてると信用が何もなくなっちゃうと番組自体の信用が落ちちゃうわけですね。ということになると。で、何が言いたいかっていうと、あれは典型的な弱さの絶望ってやつなんですね。なぜかというと、あの人はなんか別の存在になろうとしてたわけですね、彼の中では。ということはですよ、まあ、もともと声が良かったと。まあ、顔は、その、高校時代の卒業写真と顔が違うってことを言われてますけども、まあ、名前も結局ビジネスネームで、ハーフでも何でもないって、まあ、いろいろ出てきちゃってますけど、なんか、ゴールドマンサックスに元働いていた金融アナリストみたいな、なんかそういう感じのハーフの人みたいな、なんか理想像があって、そういうものになろうとしてったんでしょうね。で、そういうものになれば、そういう社会的信用もあって仕事も来るってことは分かってたと。そういう意味においては結構明確にゴールが見えててですね、そこに寄せてった人なんですね。で、そこに寄せていくに あたってですよ。何がいけないことはないんですけど、どういう絶望があるかというと、今までの自分自身を否定してったわけですね。経歴も否定してるし、顔も否定してると。まあ、別のものになろうとしたってことですね。全く別の存在になろうとしたということですね。で、この、全く別の存在になれば、この世の悩みから解放されるっていう考え方自体がですね、これ、キルケゴールももう、だいぶ、どのぐらいのとこで話したか忘れちゃったんですけど、これ絶望だって言ってんですね。ということはですよ、これコミケでコスプレしてる人と変わらないわけですね。だってああいう人たちはコミケの、なんだ、夏コミ冬コミだってあるらしいですけど、その3日間だけコスプレしてるわけですね。だからその3日間別人格で振る舞ってるですね。じゃあそれとどう違うんだって話なんですね。で、なんかコスプレやってる人はですよ、まあその日だけは別人格を演じて、帰りの電車で化粧なり落としてですよ、自分の衣装をバッグに入れて、なんか私鉄で帰るような時はシラフに戻ってるわけですね。で、ああ楽しかったって思うわけですね。だけどまああのコメンテーターの人もですよ。まあ家に帰った時は普通の素の自分に戻ってたのかもしれないですね。家を出る時からまあコスプレっていうか別人格を演じてたと。まあその点においてはですね、そのコスプレが好きだっていうのと大してメンタリティの中では変わらないわけですね。で、そこにあるのは別の人間になろうとするっていう絶望があるわけですね。で、コスプレやってる人はそのコスプレの方に寄せてって生きていくわけじゃないですね。だけどそのコメンテーターとして生きていく上でそっちの方に寄せてって、明らかにもう一人の自分の方の比重が大きくなって生きてたわけですね。そうなると嘘の自己欺瞞の度合いも激しくなっていくわけですね。だけど結局バレるわけですね。だ、経歴詐称だっていうところからボロが出てですね、4月から仕事が増えるのに、よくよく調べたら大体怪しいなと思ってた人もいたし、あの人に対してよからぬ仕事を奪われたと思ってるような同じような人たちがですよ
低音ボイスのハーフの人たちが、あいつ怪しいんじゃねえのかと、俺たちの島を荒らしてるってことですね、よくよく調べてみろって話になったら、やっぱり怪しいってなってですね、まあそういう男同士の嫉妬とかもありますからね、まあ、叩かれてるというのはあると思いますけども、まあもともとあるのはですね、自分自身を全く別の人間にしようっていうことは非常に恐ろしいことだということなんですね、これね。それなぜそういうことをやるかというと、自分が弱いからなんですね、これね。で、弱さの絶望っていうのは、自分が別人格になれば、絶望がなくなるっていう思ってる絶望なんですね。だけど、この強情の絶望っていうのはちょっと違うんですね。自分自身になろうとする絶望なんで、あるがままの自分自身の中で、肉体に棘が刺さったままで何とかなろうっていう、絶望ですね。で、例えば言えば、その秋葉原に突っ込んだ加藤容疑者って人いますけど、あの人は、あれがままの自分を、まあ一応は認めてたわけですね。なんか、コンプレックスがあったと。じゃあ、整形してハーフ顔になってコメンテーターになればいいじゃないかって言うとですね、そういう風になってる人がいるんだから、そうなればいいじゃないかって考えも出てくるんですね。だけど、絶望の代がこれ、キルケゴールから言わせると違うんですね。コロ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 コスプレやったりなんなりで、絶望解消していく人と、むしろ逆にですね、あるがままの自分ですね。まあ、彼にとっては自分が、なんか、容姿にも恵まれないし、社会的にも人付き合いにおいても恵まれないと、いうコンプレックスがあったんだと思うんですけど、まあ、それは肉体の棘ですね。自己欺瞞が刺さってたと。まあ、全くの他人から見れば全てその通りなのかって、そうじゃないんですけど、本人自身が思い込んでしまって、その思い込みの中で自分自身になろうとしてたと。で、結局、そういう自分を最終的になんかネットの掲示板かなんかでも否定された時に、まあ、秋葉原に2トントラックで突っ込んでですね、通行人何人も刺してしまったっていうことになっていったわけですね。これは強情の絶望なんですね。自分自身であろうとしてるから、何か別の人間になるっていう可能性は全くないんですね。そういうものに希望を持ってないと。可能性に希望を持つことを絶対欲しないと。欲しないとなると、周りの人、世間に対する全世界を向こうに回してですね、反抗しようとするってことになるんですね。で、これが強情の絶望です。で、弱さの絶望っていうのは、ちょこ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 顔にヒアルロン酸を打ってですね、ハーフっぽい顔をずっと演じ続けることですね。で、もう最終的には何者なんだかもう分かんなくなってくるんですよ。そういう人もいるってことですね。それを、この二つは対になってる話なんですね。小さな嘘をついて、小さな自己欺瞞の中で自己欺瞞の方が自分になってしまう人とですね、もともと肉体のトゲのように刺さってる自己欺瞞によって、その自己欺瞞自体は別に大きくなりもしないんですけども、今度は全世界を敵に回していく自己欺瞞っていうのがあると。二つの自己欺瞞があるんですね。どっちかしかないんですね、これね。だからよく見てて、どっちの自己欺瞞なんだろうっていう、人のことを観察してればいいと思うんですけどね。僕なんか どっちかというと、強情の絶望の方なんで、なんとか今のままで自分自身であろうとして世界にも敵に回していくっていうケースの人間なんですね。もう今更自分を何かに変えようとは思わないわけですね。だけど、人によっては、人によってはっていうか、大方の人はですよ、自分を変化させる中で自分自身になろうとしてるケースは、これは多いんですね。で、テレビとかメディアっていうのは、どっちかというと、もう出てる人自体が自分を変化させていく方の自己欺瞞の方が圧倒的に多いんですね、これね。だから芸能人っていうのは売れていかなきゃいけないんで、ちょこ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 その顔もいじったりしてるわけですね。まあ、いろいろな自己欺瞞がありますけど、今整形するとかですよ。あるいは、なんか、薬をやるとかですよ。まあ、なんですかね。
急にイメチェンするとか、急にキャラが変わるとかですね、なんらかなんかやってですよ、生き延びていこうとするわけですね。その生き延びる努力がどこかで自分自身に追いつかなくなった時、売れなくなっていくんだと思うんですね。でもただ本当に才能があればですよ、そんなことやる必要ないんですね。で、才能がない人が芸能界で生き残ろうとすると、まあ別のものになろうとするって話になっちゃうんですね、これ。ずっとだってまあアイドルに至ってはもう21に過ぎてきゃ、もう下からどんどんタケノコ、不合のタケノコのように出てくるわけですね、同じようなのが。で、どん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 卒業だって言って追い出されていくわけですね。で、それで、ソロになったところで別に売れないわけですね、仕事も大してないし、どんどん忘却の彼方に教えられていくと。あと出てくるのはまあなんかスキャンダルで出てくるとかですよ。なんかセミヌード出すとかですよ。まあそんな形でしか生き残りようがないわけですね。大胆な濡れ場を演じましたとかですね、なんか不倫してましたとかですね、なんかもうどん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 ですね、まあ注目を浴びなくなるとスキャンダルまみれになっていくと。無理やり仕事を取ろうとしてなんかおかしくなっていくと。それは芸能人に限らず、そのテレビ局のアナウンサーだってそうだし、まあ大方スポーツ選手だってそうだし、もう忘れ去られないようになんとかテレビにしがみついていかなきゃ。まあテレビにしがみつくってことは顔が売れてないと仕事が来ないわけですね。だけどその顔が売れてないと仕事が来ないような芸のなさっていうか才能のなさっていうのはごまかしてるわけですね、ずっとね。そういうふうに生きてる人はテレビにうじゃうじゃ溢れて、そんなもの毎日見てるわけですね、ということですね。だそうやってできてるってことはまあうすうす分かってるんですけど、なぜかああいう人が出てきた時にみんな経歴詐称だって叩くわけですね。で、ひとしきり叩いてまた別のが出てきてみんなで叩く、騒いで叩くって、まあずっとそういう不毛なことをやってしまうと。まあやってる間に本質的なことが忘れ去られていくということですね。まあ一番はですよ、あれに対して怒るならテレビなんか見なきゃいいんだと思うし、まあ報道ステーションにだってその程度の番組なんだと思って見てりゃいいんですよ、冷めた目でってなるんですね。ってなるともうテレビなんか見るのは、まあテレビなんか見るやつはバカだって話になってくるし、ひいてはですよ、政治家のスキャンダルに関しては政治家なんてもともと自己欺瞞の強いよくわかんないやつがやってんだから、そりゃスキャンダルまみれだろうと、普通に順繰りで出てくるだろうと、なんか叩けばほこりも出てくるだろうと思って冷めた目で見てればですよ、それが本質的だっていうことに気づくわけですね。政治家の本質は自己欺瞞だと、嘘だらけだと。で、嘘だらけの中で自分の権力、潜在的な力をですねあるように工事してるのが政治家だと思えば、それが国民の味方になりうるかって考えればなるわけないんですよ。でずっとだから騙されてるってことに気づくわけですね。そうなれば政治の本質は悪だって、ま、マキャベリでも言いそうなことにようやく気づくわけですね。それに対してなんか清廉潔白なものを求めようとしてですね、政治家嘘だらけだとか、まあ、なんですかね。今の政権、まあ僕も別に今の政権なんか好きでもなんでもないですけど、だって他にやる人がいないんだから、まああれ選んじゃったんだから、まあしょうがないわけですね。で、まあやめりゃいいなとは思いますけど、やめりゃいいなと思っても、変わる人もいないんだから、まあでもしばらくやってもらった方がいいのかなと、思わざるを得ないですね。で、どういうことかっていうと、もう何にも期待しなきゃですよ。まあそういうもんだと思って、そういうもんだと思っておごる気すらないと。で、それがいつからそうだったかってはもう昔からそうなわけですね。それは古代からそうなわけですね。権力の本質は悪だし、政治っていうのは国民に嘘をつくもんだと。何かしら我々はずっと騙されてんだと。
いうふうになればですよ。まあ、そこに期待もしないし、本気になって怒る必要もないっていうですね、音に気づくんですね。でも大体そこまで振り切れていくとですね、そんなことを思って生きてて何の意味があるんですかとかですね、そんな冷めた見方して人生何が楽しいんですかとか言われちゃうんでそこまで言わないわけですね。でも、まあ、本当に賢い人ならもうそこまで冷め切ってなんか理想を語らず生きてんだと思うんですね。自分の身の丈にあって自分の周囲の人だけ幸せにしようと思ってつつましく生きるとかですね、なるということですね。まあなんていうか、大体、まあ、学生が理想を解くのは僕は仕方ないと思うんですよ。だって社会に出てないから。でも社会に出ていい年して理想を振りまいてる人見るとやっぱり偽善者だなと思うんですねエゴイストにしか見えないわけですね。政治はなんか正しく清く正しくあらねばならないみたいなですね、こと言われたってですね、まあ、それは思うけど、だってそんなこと一度もなったことねえんだから無理だろって、分かって言ってんのかなと、本気で言ってんのか建前で言ってんのか分かんない人がいるんでそういう人見るとですね、いやどっちなんだろうと思って、政治が綺麗で国民のためを向いた政治をやれって本気で信じてるのか、本気で信じてる自己欺瞞なのか、それともそれは嘘だって気づいてあえて言ってる自己欺瞞なのか、どっちなのかなって、その方が本質的に問題になってくるんですね。本気で綺麗事言ってる偽善者なのか、綺麗事を綺麗事だと言ってる露悪的な人間なのかですね、私たちはどっちなんだろうってことは問題になってくるんですね。どっちがより悪なんだろうと、分かってて言ってる人は悪ですよ。で、分かってなくって言ってる人は単なる偽善者なんですけどね、どっちの人なんだろうっていうのの方が評価軸としては重要なわけですね。まあただ心の中に本当の善っていうのはあると思いますよ。 でもこの世になれば悪から偽善しかないわけですね。この構造がやっぱり真理だと思うんですよ、僕は。この年になるまで生きてきて、そういうもんだと思ったと。で、今、なおかつ、なんか理想を語られてもですね、なんか、その理想を語ってんのも、その人にとっての商売なんだとしか見えないわけですね。正しいことを語って生きてる、それを、正しいことを語って生きてる人っていうのも、そんなに、ショーン・マクドーアル、川上さんと、変わんないわけですね。そう本人が思いたいだけで、絶望的だと思いますけどね。そんなことを思いますということでした。まあ今日お話ししていくのは、まあその五条の絶望の続きのお話ですね。本文を読んでいきます。118ページですね、私の判では。だから人々が悩んでいる者は、もしも誰か彼を救ってくれる者さえいすれば、無論非常に喜んで救いを得ようとすると言っているのは、何と言っても全くの真理であるというわけにはいかない。実際は決してそんなものではない。もっともここでの場合のように、その反対がいつもかく絶望的に真であるというのでもない。事実はこうである。悩んでいる者は、自分はこういうふうに救ってもらいたいといういろいろな仕方というものがある。もしも彼がそういう仕方で救われるのであれば、無論彼は喜んで救ってもらいたいのである。けれども救済の必要がさらに深い意味において真剣に問題となる場合、特により高いものないし最高のものによる救済が必要とせられているという場合、どのような仕方の救済も絶対に受け入れられなければならないとしたら、これは屈辱である。あらゆるものを可能ならしめる救済者の手の中では、事故はほとんど無に等しきものとならなければならないと。ここまでです。多くの人がですね、悩んでる人が誰か作ってくれる人がいれば喜んで救いを得ようとしているというのは、
真理じゃないって言ってるんですね。悩んでる人は手を差し伸べてる人を待ってると思ってるんですよ、多くの場合は。だけど肉体にトゲが刺さってるやつですね、深い自己欺瞞にとらわれてるやつは救いを求めてるようで、救いの手を差し伸べても実は本人がそれを求めてない場合があるんですね。でそのくらい自己欺瞞というのは恐ろしいわけですね。例えばですよ、まあ多くの場合ですよ、貧困問題ありますね。で貧困問題で困ってると、お金がない人は いると思いますよ。だけどお金がないっていうのをバレたくないっていう人もたくさんいるわけですね。で人間ってそういう自己欺瞞を抱えてるんですね。お金が当然なくて困ってて借金まみれだっていうのに、隠してる人がいるんですね。で全部言えばいいんですよ、お金借金まみれでもうどうしようもありませんと。だけど悩んでる人は実はお金がないってことを言うのは恥ずかしいから黙ってるんですね。で黙って何とか貸してくれる人を探すとかいうことですね。ということはそういう人に向かって救いの手を差し伸べても喜んでくれるわけじゃないですね。あなた借金まみれなんですよでもねって、じゃあ200万円僕あげるんで、これで返済してくださいと言えばですね、自分の恥を見られたようでですね、怒る人もこれ結構いると思いますよ。だから本気でだって借金があるって隠してる人にとってみればですね、自分の恥ずかしいところ見られたようなもんですからね。なぜもともとですよ、じゃあなぜ借金がそこまで膨れ上がったのかっていうと、これはさっきの話じゃないですけど、小さな嘘を積み重ねるうちに借金が膨らんでいった可能性があるんですね。まあ例えばギャンブルで膨らんでいったっていうならですよ、人にはギャンブルやってないって言いながらですね続けてたと、で結局借金200万まで膨れ上がったってなると、まあ、小さな嘘の積み重ねがその200万として出てるわけですね。でその小さな嘘の積み重ねの中には人間関係の信頼関係を失わせるようなものがあるわけですね。である時パッと現れてですよ、じゃあこの200万で返済してチャラにしなさいって言ったところですね、その人が嘘をやめんのかっていうのとは別問題なんですね。当然借金は200万消えますよ。だけど1年後また200万借金作ってるかもしれないですね。でこれ貧困問題っていうのはそこにあるわけですね。自己欺瞞の問題になってくるんですね、これね。だから喜んでまあ200万もらうかもしれないですけど、もらったところでまたもしかしたらその200万でまたギャンブルやっちゃうかもしれないですね、返済しないで。ということは悩んでるものは誰もしも誰か救ってもくれるものさえいれば喜んで救いを得ようとするっていうのはこれは嘘だってことを言ってるんですね。だって小さな嘘をつき続けてギャンブルやることがその人自身であるっていう、肉体の棘が刺さってる人間にお金をいくらあげてもですね、同じなんですね、これね。何の解決にもならない。借金が問題じゃないですね。そのギャンブルをやめられないと。で、ギャンブルをやるにあたって人に嘘をついて借金を抱えていくっていうこと自体が問題であって、そっちを直さないとですね、お金を渡しても、何にも変わんないと。焼け石に水とはまさにこのことですね。そういうことになっちゃうんですね。で、続き、その実際は決してそんなものではないと、最もここで言う場合のように、その反対がいくつかも、その最もここでの場合のようにその反対がいつも各絶望的に真であるというのではないと。事実はこうであると。悩んでるものは自分がこういうふうに救ってもらいたいといういろいろな仕方というものがあると。でもしもそういう仕方で救われるのであれば、無論彼は喜んで救ってもらいたいということですね。だから貧困問題で悩んでる人はお金をもらうことが悩みじゃないんですね、これね。お金より心の問題があるってことですね。寂しいとか孤独感があるとかですね、
そっちを埋めてくれる救い方をしてあげないと、単に金銭的な問題で、解消されるわけじゃないんですね。その人にはその人の救ってもらいたいやり方があるってことですね。そこを見てあげなきゃいけないですね。人からの情けを受けると人間ってますますプライドがなくなるんですね、これね。だからプライドは、でもそのプライドに一番とらわれてるのはお金のない人なんですね、これね。だからお金がないんですね。嘘つくんですよ。だから自尊心があるから嘘ついちゃうわけですね。で、自尊心があるから嘘をつくと。だから彼にとってはその自尊心を何とか保ったまま救ってやんなきゃいけないと。そういう救い方であれば、喜んで受け入れるわけですね。あなたはお金に困ってんでしょう。じゃあ100万円って言って渡すとですね、自尊心が崩れるんですね、それを受け取った時に。複雑にできてるんですね、人間ってのは意外とね。まあ逆にその自尊心もなくて100万円受け取るようだとですね、これもこれで危ないわけですね。何にも恩も感じてないし、逆に100万円渡してくれる人、200万円渡してる人のことを深く軽蔑してる場合もあるわけですね。バカだな、こいつ俺になんて100万円渡してきて。本当に愚かな人間だと、俺はお前を見下してるぞと。腹の中で思ってるかもしれないですね。ということなんですね。だけど、その、本当は彼がどうやったら喜んで救われるのかと。いう問題が、出てきます。で、けれども救済の必要がさらに深い意味においては真剣に問題となる場合、特により高いものないし最高のものによる救済が必要とされる場合、どのような仕方の救済も絶対に受け入れられないとしたら、これは屈辱、どのような仕方の救済も絶対に受け入れなければならないとしたら、これは屈辱であると。今言ったことと同じですね。貧困問題に悩んでるけど、自尊心の高い人に対してですね、お金渡すっていうのは、屈辱なんですね、その人にとっては。だから、その屈辱を受け入れさせるっていうのはですね、まずいわけですね。となると、最高のものにより救済が必要だっていうんですね。じゃあ、この最高のものによる救済って何なんだって問題が出てくるんですね、これね。これは恐ろしいことなんですね。だからもし手渡しで200万円、まあ200万借金あって困ってる人に200万円渡す場合ですよ。その人の家にある神棚のとこに置いてきて、正しく生きなさい、神様よりとか言って置いてくるとかですよ。なんか、誰があげたかわかんないあげ方をしなきゃいけないと。まあ、天の、なんか、ご加護かなんかを感じさせる形で、神から与えられたお金だって思わせるようには与えなきゃいけないとか、なんか最高のものによる救済だってことをですね、やらせないと、受け取ったは屈辱にまみれるってことですね。で、次の行ですね。あらゆることを可能をならしめる救済者の手の中では、事故はほとんど無に等しきものとならなきゃならないと書いてあります。救済者っていうものがいるとしたら、人間というのは無に等しいものにならなきゃいけないということですね。そういう形で救いを与えてやんないと、もう強情の絶望になってる人にとっちゃ、あらゆる救済の可能性って屈辱にしか感じないわけですね。例えば秋葉原にトラックで突っ込んでいく途中にそのトラックが2トントラックごと天に吸い込まれていくとかですよ。なんかもうそういう奇跡でも起こんない限り何も救われないわけですね。人間が人間とあろうとすると救いようがないんですね、これね。強情の絶望ってもの。だって本人が神を見失ってるわけですから。神の恩寵で助けてやるしかないんですね、これね。で、気づかせてやんなきゃいけないと。縁的なものを見失ってるから、全世界を敵に回してしまうんですけども。
救済者の手の中で事故がほとんど無に等しきものになる瞬間を見せてやって助けてやんなきゃいけないってことなんですね。で、そういう奇跡が起こるかって言うと起こんないですね、これね。で、本当に起こんないのかっていうと起こるケースもあるんですね。で、これはカラマーゾフの兄弟に書いてある話があるんですよ。で、まあその話は次回お話ししたいと思います。まあどういう話かっていうとですね、これカラマーゾフの兄弟の中間にミハイルって男が出てくるんですね。これは若い頃のゾシマと交流があってですね、すごいお金持ちの慈善家なんですね、ミハイルっていうのは。で、ゾシマがなんか悟りを開いたということを知って、ゾシマに会いに行くんですね。で、会いに来て急に告白するんですよ。私は人を殺したことがあると。で、黙ってたと、ずっと。で、ある令嬢に、お嬢さんに恋をしてですね、家まで押しかけて殺しちゃったと。で、殺して、で、その殺したってことを隠すために物を盗んでですね、誰か物取りの犯行にしてですね、ごまかしたんですね。で、ごまかしたら、そこの屋敷に勤めてた召使いがちょうどその頃、時の、なんか外に遊びに出てたらしくですね、アリバイが立証できなくて、彼が金目当てに、その家のお嬢さんを殺したという容疑者扱いされて捕まっちゃうと。捕まった上になんか心臓麻痺かなんかでそのまま死んじゃったんですね。で、死んじゃったってことは容疑者が容疑がかかったまま死んじゃったんで、まあ彼がやったんであろうってことで、その事件は解決しちゃったんですね。で、そのミハエルは世界で自分だけなんですね、知ってるのは。自分が殺して黙ってると。で、やった後後悔してたくさん慈善事業をやって、まあ普通に結婚して妻も子供もいるんですけども、人知れぬ悩みを抱えてたわけですね。自分が人を殺したのにおめおめ生きてると。で、そしたら、ゾシマの話を聞いて、会いに来たんですね。で、ゾシマも同じように、あるお嬢さんに好きになってですね、他人と決闘することになっちゃったんですね、怒って。だけど、途中で気づいたんですね、こんなバカなことやってたら、いけないって言って。この世は楽園だってことに気づいたって言うんですね。で、人が人を支配しちゃいけないし、まあなんか急に悟りを開いたんですね。ゾシマのお兄さんという人も17歳ぐらいで亡くなっちゃってるんですけど、死ぬ寸前に悟りを開いてこの世は楽園だって言い出したんですね。で、ゾシマ自身もそういうことを、悟りを開いたと。で、開いたって噂を聞いて、ミハエルがゾシマの元を訪れるんですね。で、訪れて、いや、1年ぐらい交際してて、とうとう、本当のことを話すんですね。実は私は人を殺したことがあると。どうしたらいいですかと。どうしたらいいですかって言って、そこ話したところからですね、すごいドラマが起こるんですね。まあ、その話は、次回 次回に引っ張ることにして、今日はここまでなんですけども。救済してくれと、助けてくれって言って、ゾシマの元を訪れた人間に、ゾシマは本当の救済を与えるんですね。それは最高のものによる救済が必要だと思って、最高のものによる救済を与えてあげるんですね。だけど彼はやっぱり屈辱だと感じたんですね、告白した途端。で、救済を受け入れようとしなくなったんですよ。そのことがよく書かれてる。告白した途端、ゾシマのことをすごい憎むようになってきたんですね。こいつだけは俺の秘密を知ってると。あんなにゾシマのこと尊敬してたのに、自分の真実を話し出した途端、ゾシマに対する憎しみにとらわれていくっていう、深い自己欺瞞に入っていくんですね、このミハイルが。まあ、その話を次回したいと思います。ということでした。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。